走ることが私楽しくて楽しくて走ってて記録が伸びてた時期と、それと今一生懸命逆に考えてやるようになって、でも記録が伸びないとか負けてしまうとか、そう思うのはなんでかな、自分はどうしたらいいんだろうなって今それ考えてる時期。勝ちたいって頭で思ってても勝てないんですよね。頭で思っててもやりたいのかやりたくないのか、それを取り組むことが自分にとって何なのか、そういったことを考えていくことで、まあ、勝つことだけが一番ではなくて、自分がそれにどう取り組んだかっていうことも結果としては残したいなと、走れるところまで走りたいなと思っています。